岡山証券投資戦略部の内でですす島野です本日は、ズームセミナーの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、動き出した日米中銀、中銀会合を受けた日本株投資戦略というテーマでお送りさせていただきます。 8月に入りまして、為替の方は大きく円高、また株式市場も大きく下落するという形で、波乱の幕開けになっていますが、まあ、その大きな要因の一つになっていると思われる日米の中銀会合、この内容を今日この場で改めて整理し直して、為替、それから株式市場の見通しに触れていきたいと思います。 前半の方では、エコノミストの島野より、日米の中銀会合を振り返り、また、為替相場の見通しについてお話しさせていただきまして、後半の方は、私、内山から、日本の株式投資戦略、また、今後の有望銘柄等をご紹介できればと思います。それでは、島野さん、よろしくお願いします。はい、えー。それでは、最初に私の方から、あ つい昨日まで、えー、行われました日米の中銀会合、まあ、ここのポイントをまとめまして、えー、そ,れにつそれをもとにして為替相場の見通しについて、えー、簡単にご説明していきたいと思います。えー、資料をまず目次ですけれども、一番日米中銀会合の結果を確認、そして当面の為替見通しというところまで私の方で説明します。その後 株の見通しについて、えー、セクター等も含めて説明していきたいと思います。えー、ではですね、えー、まず日米中銀、えー、7月の30、31日、まあ、同日に開催されたわけですけれども、この結果について、えー、簡単にまとめたのが、こちらのページになります。えっ、ー、とですね、まず、 日本とアメリカ、今回はやはり日本の方にかなり注目が集まっておりました。というのも会合直前にですね、日銀が利上げを検討ということが報じられまして、えー、マーケット全体にかなり影響を及ぼすという状況になっておりました。で 結論に関しますと、結果に関しては、やはり報じられた通り、追加利上げを実施ということになっております。えー、政策金利に関しましては、ゼロから零点一パーセントという、これまでの政策金利を零点二・五パーセントに引き上げたということ。えー、そして、量的間は、国際購入のペースに関しましては、これまでは月六兆円程度というような購入額だったんです。けれども、これを徐々に、徐々に減らしていきまして。 6年の1クォーターですね、1、3月期には3兆円程度に半減させるということが公表されております。えー、それ以外ではですね、今回は同時に 展望レポート、経済物価の見通しも公表されてるんですけれども、いわゆるインフレ率、消費者物価指数の生鮮食品を除くベースに関しましては、前年比では2024年度、今年に関しては前年比2%台半ばというような見通しなんですけれども、 来年度、再来年度、25年度、26年度に関してはおおむね2%程度で推移するという予想が示されました。この2%というのは日銀のインフレ目標ですので日銀はインフレ目標を達成しつつあるというような姿勢が示されたということになるかと思います。え加えてですね 今回ちょっとサプライズといいますか、日銀が少し高派的な姿勢ではないかというような評価もあるんですが、その理由としてはですね、この展望レポートの中で物価に関するリスクバランスとしては上方向がより強い。 上振れリスクがが大きいといとうコメントがありました、まあ、つまり2%というベースラインに対しまして、上振れなのか下振れなのかということに関しては、まあ、どちらかというと物価、インフレ、高止まりといいますか、インフレ率まだ上昇していくという方向のリスクがあより意識されているということかと思います。え一方で、植田日銀総裁に関しましては、 今回、利上げをしたけれども、実質金利、えー、金利水準からインフレ率を引いた実質金利については、非常に深いマイナスであるとして、えー、利上げをしたけれども、景気に強い逆風にはならないということを示しております。まあ、そう考えますと、あのー、インフレに関しましては、上振れリスクがまあ比較的、比較的大きいといいますか、意識される状況。 まあ日銀総裁、上田さんの発言から言うと、ま,まだ利上げ余地があるというようなニュアンスが受け,受け取れたというようなことになるかと思います。えー、ということで、マーケットとしては少し高波的というような評価がされたようであります。で、もう一つですね、この展望レポートの中で注目しておりますのは、為替に関するコメントであります。 為替に関するコメントに関しては、過去と比べると為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面があるというコメントがされております。えー、まあここ数年、ドル円相場はドル高円安まあ円安が大きく進みましたので、日本国内でも円安によるインフレ圧力に関して多くの方が感じ 安い感じることが多い場面が増えてきていると思います。まあ一方でですね、日銀が利上げを続けて円高に大きくカース相場が動いた場合は、これの逆の話、えー、日本の物価に対しては、まあデフレ圧力とまではいかないまでもインフラを抑制する圧力になり得ると。 いうことがあ、状況としてはあるということであるかと思います。まあ、このあたりは、今後の日銀の金融政策とカース相場の関係を考える上で、ちょっとポイントになることかと思います。えもう一つ。 足元で FOMC、アメリカでも中央銀、中銀会合が開催されました。こちらはまあ予想通りの結果でありました。政策金利は据え置き、8会合連続の据え置きであります。まあ一方で、えー、まあ声明文ですとか、パウエル FRB 議長のコメントを聞く限り、まあインフレ率に関しては、まあ徐々に下がってきているというような評価がされているかと思います。 えまた雇用情勢ですとか、まあそういった部分に関しましても、だん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 改善してきていると。まあつまり今の高金利状態っていうのは、あまあ必要性は少なくなってきているというようなことがニュアンスとして受け取れる内容とありました。パウエル・フハル議長のコメントに関しましては、まあ条件が整うならばという条,、えー、と条件付きなんですけれども、9月の FOMC で利下げが検討される可能性があるというコメントも 出てきましたので、まあ、明言されましたのでマーケットでは九月の利下げ開始決定というのがほぼ確実されているという状況になっております、えー、こちらのページの右にはですね日銀と FOMC の今後の日程をお載せしておりますけれどもあ日銀 FRB ともに次の会合は九月ということになります えー、8月は、まあ、夏休み期間に入るんですけれども、下旬にはアメリカでジャクソンホール会議という会合が開催されまして、まあ、世界中の衆議院総裁ですとか、財務大臣が集まって、まあ、会議をする、打ち合わせをする、そしていろいろコメントが出てくるというようなイベントなんですけれども、まあ、ここでもです、ね、やはりアメリカは利下げ開始に向け、えー、歩んでいるというようなことを、そういったコメントが出てくるかと思います。 え続きましてですね、では日米の,あの経済情勢、マクロ情勢について簡単に <laughs> 確認していきたいと思います。えー、こちらのページにはまず日本の経済指標、実質賃金と日本の銀行の予対率についてチャートを示しております。えー、左には日本の実質賃金。えー、まあ、賃金は上がってるけども、物価に負けていると。 いう状況がまだ続いているわけなんですけれどもただそのマイナス幅というのはじりじり,じ,りじりじり縮小しているという状況になっております、えー、まあいろいろの見通して言いますと今年の秋頃にはこれがプラス転換するんではないかというようなことになっておりますので、えー、まあ今回の利上げもですねそれに先立ってというような決定だったんですけれどもあの日本 日本、日銀がですね、金融緩和政策を修正していくというような大きな理由になる動きかと思います。で、もう一つ、日本の銀行の予対率ですけれども、えー、こちらは日本の銀行が預かった預金のうち、どれだけ貸し出しに回してますかというようなことを示すものなんですが、低ければ低いほど貸し出しにあまり回していない。まあ、つまり 経済の力が弱いんで貸し出す先がないとか、銀行の貸し出し態度がそもそも厳しいとか、まあそういったことを示しているんですが、これがまあここ数年ちょっと底入れして上向き始めているということがあると思います。まあこれも日本経済全体としてですね、デフレがもう収束しつつあっ。て、 物価は上がるもんだというような環境になってきたことが影響しているかと思うんですけれども、えー、こういった貸し出しの増加というのはやはり日本経済をさらに大きく回転させていく大きな動きになるかと思います、えー、次のページに移りますと、えー、こちらには日本の潜在成長率を黄色の棒グラフ、えー、青い線グラフは日本の10年国債利回り、えー、そして、えー 黒い線グラフはアメリカの政策金利の動きを示したものであります。まあ少し細かくて申し訳ないんですけれども、青い線グラフ、こちらはやはり足元で少し上向きになってきている。日本の長期金利10年国債利回りは1%前後少し超えるというような水準に今ございます。これがですね、 今後も日本の利上げ、まあ、緩やかなペースとはいえ続くということになると、やはり上昇圧力がかかるんだろうなということが言えるかと思います。一方で、あのこちらの黄色の棒グラフ、日本の日本経済の潜在成長率に関しては、やはり低いというような状況にございます。まあ、日本の人口が減少し始めているとか、あーまあそういった構造的な要因がありますとね、これがなかなかあ上昇してくると。 いうのは難しいといいうとと状況かと思いますえとなりますと、金利の上昇圧力、この日本経済のそもそもの力からの金利の上昇圧力は依然弱いということになりますし、でもう一つ、アメリカではあ9月に利下げが始まるということが想定されます、えー。少し分かりにくいんですけれども、このアメリカの利下げ局面、黒い線グラフが下に向いてる局面で、日本の長期金利動きます。 長期金利の動きを確認しますと、やはり下がっていることが多い、えー。アメリカの金利は世界の金利の基準となることが多い。多い状況ですので、やはり日本の金利に関しても低下圧力がかかると。 いうような状況かと思います。となりますと、日本の金利、えー、日銀の金融緩和の修正、利上げによって上昇圧力、以前よりは強い状況なんですけれども、それほど日本の金利大幅に上がるんですが、えー、例えば直近金利が2%を超えるとか、それによって日本経済がダメになるとか、というような状況ではないのかなということが言えるかと思います。えー、では次に移ります。<laughs> ここからはアメリカの話です。こちらはアメリカの平均賃金とサービス価格の関係を示したものなんですが、横軸が平均賃金の前年比伸び率、縦軸が CPI のサービス価格、住居費を除いたものの前年比の伸び率を示しました。平均賃金、まあ、いわゆる賃金が増加していると、やはりサービス価格は上昇しやすいということが言われているわけなんですけれども、あのこちらのチャートの えー、左の部分ですね、えー。丸、楕円形で囲った左の部分は、あ最近の動きです、えー。まあ、アメリカで雇用が逼迫して、賃金が上昇しているから、やはりサービス価格が上昇している。傾きが少し急になっているという状況なんですが、えー、そもそもですね、こちらのチャートの丸の右の方の、すいません、左の方の丸の部分ですね、えー。こちらを見ますと、まあ、あんまりですね、 そのーサービス価格の上昇、サービス価格に対する上昇圧力っていうのは、普通はまあ2%前後というような状況が見て取れるかと思います。じゃあ、その境目は何かというと、線で、縦線で示しております。 平均賃金3.9%ということを示しているんですが、これが直近6月の上昇率ということになりますので、まあ、この辺に境目に近づいてきたというのが今の状況かと思います。まあ、つまり、アメリカも雇用上昇がだん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 悪化していきまして、サービス価格への上昇圧力が少し弱まる転換点に今いるんだろうなということが示されるかと思います。えー、次お願いします。 えー、それを踏まえましてじゃあアメリカの金利政策金利利下げいつどのくらいということなんですがこちらが FF 金利の先物の,の動きを示したものです、えーまあ、これは先週末ですか7月26日時点のものなんですけれども、あのー、足元ではやはり FOM c 等を踏まえまして少しこれよりも下がっています、えー、2024年12月12現月に関しましては現在4.77% ですので、今年の年末にはあ政策金利はその程度まで下がるだろうというのが金融市場の見方です。現在 FF 金利というのは5.25から5.5%ですので、まあ2回。 もしくはあって3回ぐらいの利下げが想定されているということになります。で、もう一つ一番下、来年の12月25年12現月に関しては、現在3.5%まで低下している、えー。こちらになりますと、まあ、今回ですね、まあ今回で言いますか、今年仮に3回の利下げがあったとしても、 2回に FOMC2 回に1回以上の利下げが来年あるというような計算になりますので、ちょっとアメリカに関しては、えっ、ー、と、数ヶ月前よりも利下げが、より強力にと言いますか、早いペースで行われるんだろうなというような見方が増えているという状況になります。次お願いします。 これを踏まえまして、ドレ円ン場の見通しですけれども、こちらのチャートの左ですね。左のチャートには、アメリカの10年国債利回りを横軸にして、ドレ円ン場を縦軸にしたものがございます。1週間移動平均ですので、ちょっと現状のスポットレートとは、ちょっと違う水準にあるんですけれども、 大まかに言うと、アメリカの10年国債利回りが仮に3.5%まで低下した場合、ドレーン相場は130円から145円程度、4%に低下した場合は、135円から150円程度というのが、まあ、心地いいレンジになるのかなと思います。 先ほど、アメリカの政策金利、来年末には3.5%程度まで下がると、市場が見ていると申し上げたんですが、まあ、ここまでいかないとしても、アメリカの10年国際利回り、今4%程度ですので、まあ、3.5から4%と、4%の間ということを考えますと、 ドレン相場のレンジとしましては、まあ135円から145円程度というのが中心になるかと思います。ただ、こちらの右のチャートには日本の対外証券投資、投資信託の動きを示しているんですが、やはり日本のニーサ導入によって、個人投資家家系が海外に投資をしている金額が非常に増えているといったようなこともございます。 まあこういった日本の対外収支の悪化などは最近非常に大きくなっておりますので、えー、左の金利水準で示されたよりもちょっと円安水準というのが来年の動きの中心になるのかなと思います。えー、ドル円相場に関しましてはあのー、足元では当期の円売りポジションが急速に巻き戻されて急速な円高が済みましたがあそれが落ち着いてくればまあ100 140円台後半、150円程度前後といったようなところが中心レンジになると思いますけれども、まあ、来年に関しては、アメリカの利下げが進むにつれて、140円台の前半といったようなところが、まあ、中心レンジになるのかなと、現状では考えております。 以上が、日米の中銀会合のポイントと、あとはそれを踏まえたドル円相場の見通しということになりました。では、ここからは、内山に日本株の投資戦略、ポイントについて説明していただきます。 はい。えー、では、ここからは、私、内山の方が担当します、えー。相場の方はちょっと荒れ模様という形ですけれども、まあ、短期、それから長期の視点で、今回の、まあ、特に日銀会合を受けての相場見通しを考えますと、えー、短期的にはやっぱりネガティブな会合だったのかなというふうに思います。まあ、冒頭、島の方からありましたように、まあ、想定以上に、まあ、上田総裁、日銀のスタンスが高派だったということで、えー、特に為替がですね、えー、ついこの間は162円台だったのが今、149円台。 ままでで入ってきてきすので、まあ、急激に為替が変動しているということが、まずこ,うこれがあ相場に対してのこう不透明要因になっているというのが1つと、それから、 日本企業、5月6月相場ちょっとこう、冴えない、日本株相場ですね、5月6月冴えない展開でしたけども、気象の会社結果がやっぱり弱めだったということがありまして、まあこれが、四六の決算で少しこう、良くなるんじゃないかという見通しがあったと思うんですが、まあ足元の為替の相場、為相場を考えると、まあ第一四半期の進捗っていうのも、すごく良くはないかもしれないという不安にも、まあ繋がりかねないというところで、えー、まあそこが少しこう、明めようになっているというのが今の短期の状況なのかなと思います。 で、ただ、あの、今後、まあ、中間決算に向けてですけども、そもそも気象計画が保守的だったっていうことは、時間の経過とともに明らかになっていくんじゃないかなっていうふうに、個人的には考えています。で、左側はですね、トピックスのリビジョンインデックスっていうものと、海外投資家の日本株売買動向っていうものを表したものです。リビジョンインデックスっていうのは、ちょっとわかりにくいですが、え、業績予想の情報修正された件数から、下方修正された件数を引き算しまして、修正件数全体で割り算して、 ているものでして軸は右側ですね、えー、上の方に行くと、えー、コンセンサスが切り上がるということですので、えー、みんなの業績に対しての期待が上がっていくということを意味しますで、このグラフと青い線がまあお 程度の水準の差はありますけれども、まあ、おおむね連動しているということは、業績期待が高まると、海外投資家が日本株を買う,う、ということがここから見て取れますので、えー、日本企業の業績、今、決算発表始まってますが、時間の経過とともに良くなっていくであれば、おのずと海外投資家の日本株買いっていうのも再開する可能性が高いんじゃないかと思います。で、大きく理由は、二つありまして、まず、足元、為替149円台までいってますが、基礎の想定レート、だいたい145円台っていうのが多かった。 と思いますで、このレートを1年間、えー、ぴったり合うにはですね、残りの3四半期145円台ぐらいまで、えー、で、為替がドル円推移しないといけないですので、まあ、この可能性はさすがにまあそんなに高くないんではないかと、まあ、仮にそうなったとしても、為替レートでの、まあ、インパクトはニュートラルということになりますし、もう一つ、基調計画が弱めだった理由は、まあ、日本企業っていうのは長い間デフレカーで経営をしてきましたので、えー、コストが増えるっていうことに対しては非常に慎重に経費を大きく見積もるっていうことは慣れてると思うます。 んですけれども、値上げをして、それが売り上げに反映されるっていうところについては、あんまり慣れてる人は多くなかったんじゃないかと思うので、売り上げ分の計画っていうのが、過度に保守的になっている可能性が、特に外需企業については多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、それが今後、第一半期中間決算で少しずつ顕在化していくんじゃないかと思いますので、まあ、そういった点で、この計画が保守的であるってことは、時間の経過とともに現れてくるんじゃないかというふうに考えています。右側の方は、日本株のバリエーションですけれども、米国株と比べ とと依然とししててて割安感はあるってことを示してますアメリカ株は、利エ成長率、横軸も高いですけれども、株価、今、PR が20倍半ば、21倍台ぐらいまで今、PR が続いています。日本の方は、えーまあ、14倍中、14倍台半ばぐらいの水準ですので、利エ成長率は、まあ、2桁いかない手前ぐらいの水準ですけれども、まあ、これも右側でお示し、左側でお示し,した通り、今後の計画情報修正に伴ってですね、少しずつ切り上がっていくかなというふうに思いますので、バリエーション面でも、 やはりグローバルで見ると魅力がある市場として年の後半、期待できるんじゃないかというふうに思っています。でとはいえです、ね、足元を大きく円高が進んできていますので、まあ、年後半に向けて日銀の今のスタンスも踏まえますと、まあ、円高とどういうふうに付き合っていくかというのは大きな投資テーマの軸になると思います。 左側はドル円の推移とオレンジの線ですね。青い線が外需株に対しての内需株の相対指数っていうのを示してまして、割り算ですので、青い線が上に行くと外需株より内需株が強いということを示します。すべての期間ではないですが、基本的にはドル円が円高方向に触れるときに内需株が外需株よりも強くなるっていう場面が比較的あるということがここから見て取れますので、仮に今後1 4 0円台半ばとかですね、ドル円が少しこう円高方向を意識でき される時っていうのは現状グラフの一番右が足元そうですけれども内需株の方がやはり先行されやすい環境がしばらくは続くのかなというふうに思いますまあ、内需株っていうのは基本的にはビジネスが国内で完結するような会社たちですので、まあ、円高というのは製造コストの低減だったりお客様があ個人のお客様なんであれば円高を通じて核系購買力の向上というのが最終的に業績にプラスになるだろうという期待がまあ持ちやすいというのがま構造上の理由ですで同じものは中古型株も 同じでして右側ですね東証グロス市場250指数と大型株に対してのその指数の推移ですけども、まあ、同様に円高局面で中小型株が評価されやすくなっているということが右から見て取れますので、えー、中小型株についてはですね大型株と違って財務的に弱い会社というのも当然ありますので、まあ、個社1個ずつ精査していく必要はありますけれども成長性があってバランスシートもきちんと整理されている強固なバランスシートを持っている中小型株は当然 対象として考えてもいいんじゃないかというふうに考えています。 このスライドには、高クオリティと考えられる主な内需関連株っていうものを示ししています。この高クオリティがなぜ重要かっていうのは、今ちょっとお伝えした点と被りますが、仮に日銀が今後年内、それから来年含めて複数回利上げをしていくんであれば、長期金利っていうのもおのずと少しずつ上がっていくだろうというふうに考えられますので、企業の収益面だけでなくて、バランスシートの強さっていうのも投資家は意識しやすくなるんだろうと思います。 右から1,2,3,4,5番目、自己資本比率っていう項目はありますが、まあ、この自己資本比率が高い企業たちの方が、やはり安心感が持ちやすいということ。それから、大型バリュー株の中では、去年の春から大きく改革進んでますが、いわゆる資本効率、株主から預かった資金をどれぐらい効率的に使って稼いでいるかを表す ROE ですけども、まあ、この資本効率の高さっていうのを上場企業としての評価として大きく影響してくると思いますので、 でこのクオリティ自己資本比率が高く資本効率も高いっていう点で高いスコアを出していつつ競争力のある内需関連っていうのが面白いんじゃないかなというふうに思います。 ま、いくつか銘柄をご紹介して載せていますけども、例えば人材関連であったり、それから、消費関連、小売りの企業であったり、ま、ゲームの会社様々ありますけども、例えば ABC マート r t 2670であれば、つい先般、2月期決算ですね、決算発表してましたけども、国内の事業も好調でしたし、特にインバウンドのですね、本日外客、外国人の方に向けてのビジネスっていうのも期待できる会社ですので、今後の中長期の業績期待できる銘柄なのかなというふうに思います。 それから7453、良品計画についても、えー、これ、今年に入ってからです、ね、値上げというのを積極に展開していて、特に収益率が高くなってきているというのが市場で評価されています。えー、まあ価格帯を考えてみてもです、ね、今後、日本の実質賃金のプラス転換によって、当然、タイムラグはあると思うんですが、少しずつこう財布の紐が緩んでいく、まあ、その局面でも、売り上げ、利益の増加というのが期待できる会社なのかなというふうに思っています。 もう一つの投資テーマとしては、当然金利上昇がありますので、資本、銀行セクターっていうのが当然中核になるのかと思います。 左側は17業種別でですね、10年国債利り回りとのリターンの相関っていうのを過去10年ぐらいで見たものなんですが、言わずもがな銀行セクターが一番相関が高いということですので、長期金利が上昇する局面では、清掃感ですので銀行セクターの評価が上がりやすいっていうことが左から見て取れます。右側はこちらはどちらかというとバランスシートですけれども、去年の春先から始まったいわゆる PBR 改革を経て、17業種の今の30日現在の PBR の 中央値っていうのを示していますが、逆に銀行業種っていうのは一番 PBR が低いっていうのが、まあ、現状変わっていないんですね。まあ、従いまして、まあ、長期金利上昇でリザや改善を期待できる一方で、もう一つ資本効率を引き上げていくために稼いだ利益を、まあ、自社株買い配布含めてですね、何らかの形で株主に還元していく、その必要性が他の業態よりも大きいっていう点も、まあ、今後の投資を考える上で大きな魅力になっていくのかなというふうに思っています。 こちらのグラフでは今後の投資対象として考えたい主な銀行株っていうのをお寄せしました。 銀行株を考える上では、銀行業種非常に数が多いですので、えー、悩ましいところではあるんですけども、基本的には自家、えー、総額、それから流動性という観点がやっぱり最も大事かなというふうに思います。まあ、特に3メガバンクと言われる、えー、三菱 UFJ、えー、三井スミットも水戸フィナンシャルう、まあ。この3つの3メガバンクっていうのが物資色の中心として、えー、今後も注目され続けるんではないかというふうに思います。でその他、今お伝えした通りですね、一方で地銀の方では、えー、長期金利上昇による リザ改善というテーマは同じですので、そこに加えて、資本効率の改善余地、またその改善できるポテンシャルっていう点を含めて、銘柄を殲滅していくっていうのが、一つの戦略なのかなと思います。例えば、5830のイオギンホールディングスですとか、それから8359の82銀行。まあ、このあたりは、政策保有株のボカーの比率も比較的大きい会社ででして、まあ、予想ある上の低さもありますけれども、今後の資本効率改善っていうのも中長期的な 評価ににななっっててくるのかなというふうに思っていう思ます、まあ、これ以外にもさまざまな銀行、地銀も含めて金融セクターの銘柄がたくさんありますので、えー、まあ皆様特にいろんな銘柄を探していただくのがいいと思いますが、基本的には3メガバンクと一部の資本効率改善余地が大きい地銀というのが今後年後半の金融セクターの中核の銘柄になっていくのかなというふうに思っています。私からは以上となります。 はい。それでは、あの、そろそろお時間が参りましたので、今回のズームセミナーは、ここで終了させていただきたいと思います。経済も金融政策も大きく変化している中で、皆さんのお役に立つ情報を今後とも発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。